昨日浜松市中区の JR 東海浜松工場の中で新幹線が脱線しましたこの車両が踏切を塞ぎ現場付近の指導が一時通行止めになりました新幹線が踏切で立ち往生しています警報器はずっと鳴り続けています 昨日午後4時45分ごろ浜松市中区の JR 東海浜松工場で試運転のために工場を出た新幹線 N700 系の16両編成の車両が脱線し動けなくなりました JR 東海によりますと脱線したのは9号車から11号車にかけてで車内に乗客はおらずけが人はいませんでした 新幹線は踏切内で立ち往生したため現場付近の指導が一時通行できない状況になりましたこの踏切付近では2008年にも同様の事故が起きていて JR 東海が脱線の原因を調べています